皆さんこんにちは、はじめんチャンネルの佐藤しのです。あたしです。はい、というわけで今日はこの前チロが入院したっていう話をしたと思うんですけど、今日はその話についてまた話していきたいと思います。少し前の動画でもお話しした通り、うちは、うちの家にはチワワのチロがいて、数日前からちょっと最近おしっこに行く回数がすごい増えていて、で、ちょっと様子がね、そのトイレに行く回数が多いっていう様子が変だったので病院に連れて行ったところを急遽入院して手術することになりました。で、動画を上げた日の夜9時に手術をして、9時半くらいに病院から電話がありました。で、無事に手術が終わったこと、麻酔から覚めたチロはぼーっとはしてるけど無事だったよっていう電話を受けました。すごく家族で嬉しかったよね。うん。で、次の日に面会しに行きました。その日は午後夕方に行ったので、他のね、あのワンちゃんとか猫ちゃんの患者さんあんまりいなくて、診察台の台の上にね、チロを連れてきてくれました。はい、しばらく一緒にいていいですよっていうことで、なんかイコイコしたりとか、お腹の傷が見えてね、ちょっと痛々しかったんだよね。包帯とかはしてなくて、お腹を大きく切った跡があったりとか、あと右手にね、あのまだ点滴、ね、はい、がついてて、でもなんかこうぐるぐるってなんかテープで巻いてあったよね。甘いだった。そう、痛々しかったんだけど、チロはなんか尻尾は振ってなかったかな。振ってなかった。一回も振ってなかった。そうで、あの病院の先生が、あのご飯は全然食べなくてっていう説明を受けて、で、あのチュールを2本くれました。で、これもしよかったらあげてくださいって言ったら、すんごい喜んでね、食べてたよね。刺身みたいにちょっと。チュールね、結構ね、あのそのままだと食べなくて、手の上に乗せてあげたり、お皿の上に出すとペロペロ舐めるので、しのちゃんの手の上にね乗せてペロペロ食べてたんですけど、でその時にチロをね3人で見てたら、なんと目のね、そう、涙をねチロがね流してたというか、目がうるうるしてきたんだよね、いきなりね。そうで、両目がすっごいうるうるしてるのが分かって、あれなんだろうねって言って、泣いてんのかなって言った瞬間にポタッて涙が、そう、涙が落ちたんですよ。でそれを見て3人ですごい切なくなっちゃって、でまあ冗談でなんかチュールがすごい美味しかったのかなとか言いながらお腹空いてたからね。お腹空いてて美味しさのあまり感動して、なんかうるうるしてポタって涙が出たのか、手術後にね初めて会った感じだったので嬉しくて、ね、一人でその晩寝てたわけだから、そう、そうそう、寂しくて会えて喜んで泣いてたのかっていうのがね、なんか多分喜んで泣いてたような感じもするよね。だからすごいね、目がほんとうるうるうるってして涙を流した時にね、なんかすごい切なくなりました。はい、で20分ぐらいかな、うん、面談じゃない、面会して、その後帰って、うん、でその次の日2日目も行って、うん、したら次はチロ会った時は昨日より元気にしてて、尻尾をね振ってました。はい、でおやつも持ってていいよっていうことで、おやつをあげたんだよね、さつまいもの。さつまいものこのくらいのねキューブのやつがあるんですけど、それをあげたら、多分ご飯はあんま食べてなくって、そしたらあげようとしたら、もう本当にすごい必死で食いつくかのような感じでいっぱい食べてましたね。すごかったよね。めちゃくちゃ食べてたから最後ゲフってね、ゲフみたいな、ゲップもしてる感じで、まあちょっとしか本当お腹にね、いきなりいっぱいあげると悪いから、ちょっとだけしかあげてないけど、その勢いが早かったせいか、すごいゲフ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 してたよねっていう感じで、すごい喜んでくれて、でその次の日がちょっと病院が休みだったので会いには行けなかったんですけど、でその次の日が今日です。はい、今撮影してます。はい、で午前中に電話が来て、血液検査をしたんだよね。で午前中に血液検査をして、問題ない数値まで下がっていたら今日退院、夕方に退院できるっていう話だったんですけど、その電話が来て、そしたらそのね血液検査の結果が問題なかったっていうことで、今日の4時から7時の間に退院できるそうです。イエーイ、あーよかった、やっと会えるわ、やっと会えるね。ということで、チロは1人で病院で4泊、うん、はい、しました。本当によかった。でもそのなんだろう、手術終わった次の日に、ママだけ、ママと最後だけ見たんだよね。死、うん、の後ろ向いてたんですけど、その腫れた子宮を、先生が出してこんな感じですよっていうのを見せてくれたんですけど、であとこの前の動画のコメントにもなんか同じ症状の方が
いたみたいで、本当にコメントありがとうございます。たくさん、はい、大丈夫だよとか、チロちゃんなら元気になって戻ってくるよって、すごいね、温かいコメントをいただきました、はい、で同じ症状のワンちゃんがいたのはやっぱり子宮がすごい腫れてて、でその中に膿が溜まって子宮がパンパンになってしまって、その子宮を取って今は元気だよっていうコメントもいただきました。で実際その子宮を見させてもらったんですけど、なんだろう、こういう感じでね、なんか紙に大きいのが載せてあって、これが子宮ですって言ってね、で本当ならこの10分の1の大きさしかないんですって言われて、すっごいサイトママびっくりして、ね、でも私はママの後ろにいたから一目遠くからしか見てないんですけど、うん、よくは見てないけど、それでもこの10分の1って言われたら、すごい大きかったよね、子宮が本当にそこまで腫れてたのをなんで気づいてあげられなかったんだろうって思ったし、チロの中を見た時にそんな腫れてる感じは全然なかったから、どこにそんな大きい子宮が入ってたんだろうっていう感覚もしました。でなんかこんなにね腫れてたら、普通ご飯ってあんま食べれなくても、食べなくてもおかしいみたいな感じで言われたから、うん、言われたよね、その時もね。であとぐったりしてもおかしくないとか言われたから、チロ普通だったし、ね、うん、すごいって言われた。であと2日目の面会の時も数値が8万あって、本当は1万7000、うん、最大1万7000あるなきゃいけない。1万7000までだけど、最初8万。そう。で、次が、2日目、うん、行った時に5万まで一気に下がったんですよ。うん、でも一気に下がるとね、あんま良くないっていうことで、5万ぐらいがちょうど大丈夫だよって言われて、で今日の結果聞いたの。結果はね言ってなかった。でももう退院できるぐらいの、元気、チロちゃんの元気が大丈夫なので、今日退院ですってさっき電話をいただいて、急遽撮ってます。嬉しい。それでですね、2回目の面会をした時にチロが帰ってきたら退院パーティーをしてあげようっていう話をしていたので、はい、今から何をちょっと買ったのか、購入品だけを紹介して、はい、次回チロのね、退院パーティーの様子を撮影しようと思っているので、はい、ぜひ元気なチロちゃんに、なんか私たちからね、こうおめでとうっていうかね、よく帰ってきたねっていう動画を撮ろうと思っています。はい、めちゃくちゃ尻尾振ると思う、ね、取れちゃったりして尻尾が。それでは今からちょっと買ってきたものを紹介します。はい、ではまず購入してきたものを紹介してます。まずこれはバルーンです。でこれは膨らませるとこういうね立体的な形になるやつなんですけど、今回はこの緑色、なんかエメラルドグリーンみたいなウサちゃんと、あとシノのそっち側があれですね、金色のクマちゃんを今回買ってきました、はい、そして次こちら、これはパーティーの時とかに、誕生日とか特に、そしてパラパラ壁とかにねパーってやるとかわいい風景のやつのやつを買ってきました。やつのやつ。これで お部屋を飾りたいと思います。はい、水玉ですね。はい、そして次はこちらです。これパーティーモールですね。これもねちょっとね壁に飾りたいと思います。なんかこのふわふわしたパーティー感を出すために買いました。はい、そして次なんですけど、これですね。これがガラスの瓶なんですけど、ここのね蓋を開けると、はい、こんな感じでねケースになってるんですけど、ここに昨日の夜私がチロのためにボーロを作ったんですよ。で少しインスタのストーリーにも載せたんですけど、今度作ってる動画は LINE 限定動画で出ると思うので楽しみにしていてください。で前に1回そのボーロを作ったことがあって、試しにで犬も食べれるボールなんですけど、まあ、チロのために作ったんですけど、そしたら想像以上にチロが喜んで食べてくれて、美味しそうにねしてくれたので、私からのおめでとうっていうことでもう一回昨日作りました。でそのボールをこの中にね入れてあげたいと思います。そのために買ってきました。はいよあとはあれだね、チロのタイムパーティーの時ケーキ、犬用のケーキをね後で買って、でもなんだろう、そういう冷たいものとかいきなり食べさせちゃダメかもしれないから、まあ、一応買って先生に聞いて少しだけならっていうこととかねあると思うので、ちょっと聞きながら食べさせてあげたいと思います、うん、はい。でいきなり一気にねお菓子とかケーキとかそういうものを食べていけないとは思うんですけど、まあ後で元気になった時とかに少しずつ食べれるように、今回こちらチロのためにチロ用の福袋を作ってみました。じゃあこのね福袋の中身もちょっと今から紹介したいと思います。
で、まず一つ目がこちらの犬用のビスケットです。これちょっと大きいの買っちゃったんですけど、ちょっと少しずつ野菜のビスケットをあげていきたいと思います。そして次なんですけど、次がこちらのチュールですね。でこれは鶏ささみビーフ味なんですけど、まあ、チロはチュールが好きで、ちょうどね家にチュールがなくなったので買ってきました。はい、こちらです。こちらはドッグフードを食べない時に乗せてあげると本当に食べるので、こちらを買いました。次ですね、こちらシーザーの絹ささみと、あとビーフのマグロ入りですね。本当にたまにしか買ってないんですけど、高いからね。これね本当に好きで、で特に好きなのがこの2つなので、ちょっとこれもね久しぶりに買ってみました。これもねドッグフードに混ぜて食べさせてあげます。そして最後がうまみ角切りのおやつです。これね本当にねチロの食べるの大好きなんですよ。はい、ということでね、チロも大好きなものをいっぱい買ってきました。これをねチロにプレゼントしたいと思います。はい、今日はこのチロの退院おめでとうのプレゼントでした。帰ってくるのが今から楽しみです。はい、それでは次回の動画ではチロが退院した様子の動画を上げると思うので、皆さんそちらも楽しみに待っていてください。それではまた見てね、バイバーイ。